モーリス・ギュスターブ・ガムランは、フランスの軍人、陸軍上級大将、パリ7区出身。父は、陸軍大将で、国軍総統制官。戦争省前のサンジェルマン王通り262番地で、育つ、パリ6区の私立コレージュスタニスラスを卒業した。サンシール陸軍士官学校を主席で卒業した後、少尉に任命され、仏領たアフリカで任務につき、残暴将校。 戦術士官としても並外れた才能を示し順調に昇進した。1913年には参謀の作戦局に入り、第一次世界大戦ではフランス軍総司令官ジョゼフ・ジョフル将軍の専属幕僚を務め、非常に有能で部下から慕われた。精算な持久戦を戦い抜き、1918年のドイツの大攻勢ではドイツ軍の進撃を阻止した。 戦後の1919 19年から6年間、ブラジル派遣隊の指揮官、1925年から1928年は、在シリアのフランス軍司令官で、植民地での反乱を、鎮圧、1930年に陸軍参謀総長、マキシム・ウェーガンの副官になった。翌1931年には、ウェーガンが陸軍総司令官に就任し公認として、 陸軍参謀総長となる。当初はうまくいっていたが、政治家と協調する姿勢から次第に対立するようになる。1938年にウェーガンが定年で退役したため公認として陸軍総司令官に就任すると同時に、平時では国防副大臣、戦時においては全軍総司令官となる軍事評議会副議長になった。第二次世界大戦では、 西部戦線で連合軍総司令官として指揮を取ったが、開戦後、まやかし戦争の中にあった。ドイツを果敢に攻めるのをためらい、マジの線の要塞に待機して防戦しようとしたため、アルデンヌの森を突破して、ドイツ軍が侵入した西方大攻勢も対応できなかった。さらに、フランス軍が劣勢になると、自分のことは棚にあげ、責任を、 現地の指揮官になすりつけ更迭するという無能ぶりが目立ち時代遅れで電撃戦に対応できないことから1940年5月フランス首相ポール・レーノによって解任される。後任はマキシム・ウェーガン。解任後はパリの自宅で過ごしフランスの敗戦後の1940年友人宅でフランス国家警察にその責めを問われて逮捕された。 敗戦の罪で告訴されたが、ディオンの裁判では、目標貫き、裁判は中止された。後、ブーヘンバルト収容所で名誉囚人として拘束された。1943年に、オーストリアイッター城収容所に移送され、名誉囚人として、思想の異なる著名人たちと過ごし回想録を書いていた。後にやってきた、マキシム・ウェーガンとはのの知り合った。 1945年5月、ヒトラー死後のドイツ陸軍とアメリカ陸軍の混合部隊がドイツの第 17SS 総攻的弾兵士団と戦った有名なイッター城の戦いでは指揮を取り解放後、フランスに戻り前参艦の改装録を観光した。1954年には続巻も観光し1958年に死去した。 去年85、ありがとうございます。